岩槻菜園クラブ愛犬さんの菜園の様子です。これは保温もやり直していただいたみたいですね。あの保温の中で残ってる野菜が今ちょっと元気になってるような感じがいたします。できればこれ普通のこういうトンネルの裏側の内張りで不織布を使ってですね、二重の保温をした方がいいかなというふうに思います。こちらほうれん草はもうどんどん育ってきてるんで、これは適宜収穫していけるんじゃないかなというふうに思います。でこちらだいぶ菜園も空いてきてるんで、またいろんなですね、これから春野菜の種まきが立春に向かうのでできてくると思います。